みなさんこんにちは、みえこです。大家好、我叫みえこ。今日は最も基本的な文法、何々は何々ですを勉強します。今天我们学习最基本的语法、什么什么は什么什么です。何々は何々です。そう、这个句型は このひらがなは和です。和、读音是和。因为是助词的时候，这个读音不是哈，就是和。助词，这个是助词。です。ですは動詞、動詞。そう、是です。是。所以。日本语的动词放在句子的最后面，そうです、这里。好、例えば、比如说、私は、日本人です。日本人です。私は日本人です。私は日本人です。私、是我。私、日本人、是日本人。日本人です、是動詞、是。我是日本人、私は日本人です。那这个是什么呢？これは何ですか？これは術、術。助詞ですね。助詞術。这个表示句子的主题 ，topic 主题。So, 我是日本人。私は日本人です。じゃあ次の文。下一个。これは本です。はい。読んでください。注意者。これは本です。これ。撤です。撤。これ、撤。本、是書。本、書。です、是詩。这是書。这是書。これは本です。これは本です。这是書。これは本です。これは本です。OK。じゃあ次の文。下一个是、彼は先生です。はい、読んでください。注意者。彼は先生です。彼は先生です。彼、是他、なんだ、他。彼、先生、是老师。です。そう、他是老师。先生的汉字是这个。先生，先生，是老师的意思。如果写汉字的话，这样写。じゃあもう一度読みましょう。再来读一遍。
私は日本人です。私は日本人です。これは本です。これは本です。彼は先生です。彼は先生です。好，记住了吗？谢谢大家，ありがとうございました。拜拜。